の会長代行、自由民主党の東京都連の女性局長を務めております参議院議員の丸川珠代でございます。今日は皆様方に自由民主党を代表して西田秀夫さんのお願いに上がりました。今日おいでいただいている皆様方にはもう石田秀夫さんの実力はよくお分かりをいただいていることだと思います。私も長らく一緒に仕事をしてやっぱり区議会を隅の隅まで見渡して区役所の中身が全部分かっているのは石田さんだな、立派な候補者だな、いつも区内の看板を見てそう思っておりました。この前の選挙戦の途中に、選挙戦に入る前に、私の品川区のお友達で幼稚園の整理縮小のことについてですね、ご相談がありました。早速このおいでの区議会の皆さん方にお話をしてくださって、納得がいくようにきちんとご説明をいただいた。これはもう前の区長がお決めになったことですから、私たちはどうやってご理解をいただくかというところに尽きるわけでございますけれども、きちんとそうした区民の皆さんにいかにご理解を得ていくか、そして今度は国から子ども家庭庁という形でお腹に赤ちゃんが宿った時から保育園幼稚園入って小学校に行くまで切れ目のない新しいサービスを充実させていく、そこのところで応援させていただきます、サポートさせていただきますという皆様へのお約束をさせていただいているところです。石田さんのお話にもありました、国の方ではコロナのまずインフルエンザと同時流行したら大変だ、1日20万人でも実はギリギリでした。仮に同時流行になるとこれが20万じゃ済まないことになります。ここでまず国では 1.5 兆円も用意して医療の体制を整えている、そして合わせてワクチンの接種も進めますが、これはまさに品川区の仕事であります。これに7300億、それからコロナ後に向けての経済再生を区でやっていただくお金を、まあ、全国合わせてですが7500億用意しています。追加でこうやって用意した上に皆さんの電気代も月5000円1月から国が手当をしてまいります。とりあえず9月分まで用意をしました。こういうものを連携してなるべく早く皆さんのところにお届けをしたい。そのためにはこうやって一緒に普段から仕事をしている仲間で話をしながらいち早く情報を提供して区政で準備していただく、こういうことができる区長をぜひ皆さんの力で誕生させていただきたいと思います。そして今日は来年の春には自分自身の選挙を迎える区議会議員の仲間も一緒に戦っています。お一人お一人地域を代表し地域の声を聞いている仲間です。こうした仲間と区議会と連携を取ることができるのも石田さんならではの力です。どうか皆さん最後までご支援いただきたいと思います。そして今回補欠選挙で立候補している澤田恵美子さんは私と同じ子育て中のお母さんです。今さっきこうやってましたでしょ、自分のお子さんがここちょろちょろって出てきて、あ、ダメよ出てきちゃってやったバスでした。決して誰かに向かってやったわけではなくて自分の子供にダメだよっておっしゃった、いいんです出てきてね、元気な子供が溢れる品川を背負ってるお母さんです。こういう人に、ね、補欠選挙勝ってもらいたいじゃないですか。ぜひ石田秀夫さんと一緒に澤田恵美子さんもしっかり当選させてください。何しろ当選したその日から区議会にも区役所にも話ができるのは石田秀夫しかおりません。皆さんどうか石田秀夫に皆さんのお力をお与えください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
がとうございます。マクロ先生、統一教会問題逆風になりませんか？私は岸田さんは関係がないかなと思いますけどね。前回自民党は出さなかったけど、今回出したのはだいぶ逆風がやんだと判断されたんですかね。いやー、やっぱり自分が自民党の人間だからっていうことじゃないですかね、ええ、今自民党の評判悪いじゃないですか、統一教会とのズブズブの関係で。マルカ先生、参院選の時もお話伺いましたということですけども、あの救済新法ザル法なんじゃないですか、被害者救済今のじゃ、不十分ということですよね。今のじゃ不十分ということですよね。野党の要請を受け入れるということですか。今の状態だとザル法だということですよね。